小牧結衣のたこ揚げ挑戦第3回目、難しいですね本当に。だってあすごい、これちゃんと甘いどうですか、あすごいすごい上がってますか、どうですか、あなんか恥ずかしいな。ゆいさん、ゆいさん、遠のいていくのに声だけが、あ恥ずかしいなって。これはかなり過酷な挑戦になっていきそうですね。そう、そしてたこ揚げに挑戦された木田さんが今戻ってきました。今、あ木田さんも。あーすごい、黒巻きに2人で立つことなんてそうそうないじゃないですか。初めてですか、ね、初め、あ 大丈夫です、大丈夫、むちゃくちゃしんどいですよ。何往復しました、数えてないけど2往復かな、2往復くらいはしてましたか、はい、もうすごい辛そうでしたもんね。お疲れ、うん、全然風吹いてない、あさっきあの 0.0 って言ってました、ゆいさんも、そうね、風吹いてなかったら難しい。そうですよね、たこ揚げ条件的にもね風は必須ですよね。であのビルにあの挟まれてるから、うん、ビル風があったらいいけど、うん、ビル風もないし、うんうん、逆にビルが風を遮ってるというか、なんかちょっと待って、みんな切れ気味でちょっと怖いんだけど顔がもうなんか切れてる切れてる、だってもっとうまくできると思ってたから、うん、もっと楽しいね、 こんなはずじゃないって小学校の頃はもっとうまかったんやって、楽しい記憶があったのになんかうまくできないみたいな、楽しい、そう楽しい思い出が苦い思い出になんかみんながちょっとずつイライラしてましたもんね、なんか風ないみたいな上がらないってね。ただねあと 2,3、うん、時間したら、そう風が吹きそう、そうなんですよ、あの昨日も内藤さんにたこ揚げするんだって言ったら、うんはい、こう番組終わりに11時頃ちょうど風が出始めてくるから大丈夫だと思うって言われて、私11時30分なのでだからもう自信満々ですね。いやいやいや言いました、皆さん聞いたよね、聞いたよねもうすごい自信満々な、自信満々、違う条件が良くなるってことです。11時30分には、今はちょっと条件的にねたこ揚げ難しいけど、うんうん、11時30分は条件ありますか、楽しみですね。えじゃあ木田さんもやりましょうよ一緒にリベンジに、またやるの、うん、楽しい思い出に塗り替えましょう、うん、あとやっぱり2人いた方がいいんじゃないですか ね、最初にたこを持ってくださる方がいないとこう走り出せないから、うん、風がねある程度強かった1人でも、うんまあ、けます、いけると思うけど、うんうん、まあそうだね、手伝います、やったサポートします、そしたらお願いします、木田さん、はい、ちょっとスケジュールもろもろ調整していただきましてお願いします、はい、じゃあまた、じゃあまた後ほど、はいあ楽しんでるえでもいいですね、黒巻きに木田さんとかね解説の方いらっしゃるのすごく新鮮だから、ぜひ取り入れてほしいですね、これも企画実現でなるかな、うん、あねちょっとメモしてください、今スタッフさんメモの時間入りますね、なんかやっぱりこうね一緒にここで解説するっていうのもね良さそうですね、例えば雲とかね出てたらこの雲がとかね一緒にできるといいなと思います、いろんな企画をね毎日言い続けて何か実現するといいなという1年になりますけども